次に北上敬郎君、はい、北上敬郎君委員長、はい、有志の会の北上敬郎といいます。あの大臣はじめまして、よろしくお願いしたいと思います。私最初ね、大臣の報道を就任のご挨拶とか見たときに大変力強く思いました。安全保障、食料安全保障のことをね、自給率の話はあると思いますけど、安全保障について強い思いを持たれたということで、我が意を得たりということなので、一緒に頑張っていきたいというふうに思っています。で、それはなかなか、ね、中長期的な課題にならざるを得ないというふうに思います。で、ただ今日質問したいのはですね、その中長期的な課題もありますけれども、今足元で先ほども話がたくさん出てきましたが、肥料の高騰ということで、円安、あとウクライナ戦争、こういった要因が絡まってですね、大変農家の皆さんを直撃をしていると、農林水産省の調査によりますとね、大体農家の経営費の6%から 13%、この肥料代というのが占めると。で、これが大体今 1.5 倍ぐらい前年比で、上がっているという状況で、あります。特に畑作農家とかですね、こういったところを直撃していると。で、何回もお話が出てきましたが、今回の政府の支援策が数ヶ月前に出まして、私も地元を回ってますとね、なかなかこれはもうみんな使い勝手が悪いと、支援の割合も7割だと。で、条件もついていると、2割、いわゆる化学肥料というものを削減しなければ、その支援ももらえないということで、こんなんだったらもう使うことないなというような声も、当初はあったと。最近ね、ちょっといろいろ皆さんも説明を農政局とかの協議会とかされているようでありますけれども、若干ね、そこは緩んできているような気はします。で、ただですね、やっぱりここで問いたいのは、これそれはもちろん多い方がいいんでしょうけれども、先ほどの話があった通りですね、この周費の高騰率とか、掛け合わせるとですね、実際に高騰している、部分にはとてもですね、補填というふうにはならないというふうに、いうところもたくさん出てきています。ですから、やはりですね、これを100% というのはもう難しいんだというふうに思いますけれども、ある方がね、私の、これは肥料を販売している業者なんですけど、前回多分2008年のことを言ってたんですが、前回は 100% 出してくれたというふうに言うんですよ。で、これも確認したんですけど、おそらく国は7割だったんですが、うちの場合だったら京都府、それから、亀岡市とか京都市とか、こういったところが上乗せをして、100% になったということだと思います。これちょっとね、通告になかったんですけど、そういう話、それが昨日判明したんですが、もちろんこれは地方分権の時代ですから、それぞれの、地方自治体が決めることですけれども、やっぱり大臣あるいは農林水産省からその命令はできないと思いますけれども、できるだけね、この国の補助に上乗せをしていくべきではないかと、そういう、指導って言ったらダメなのかもしれない、助言でもいいですけど、やっぱりそういう働きかけをね、すべきではないと思いま、ではないかと思いますけれども、いかがでしょうか。平方農産局長。お答えいたします。委員ご指摘の肥料価格高騰対策でございます。2030年までに化学肥料を2割低減させるという、政府の目標を踏まえてですね、目標の達成に先行して取り組む、農業者の方を支援する観点から、化学肥料の2割低減に取り組む農業者に対して、肥料コスト上昇分の、7割ということの補填でございます。一方で、すでに化学肥料の節減に取り組んできた農業者の方ですとか、地域の実情に即した取り組みにも配慮して、一定の取り組みを行っていただければ、化学肥料の2割低減に向けて取り組んだものとして支援を行うというふうにしているところでございます。で、委員ご指摘の中で、7割ということなんですが、
2008年の時に10割っていうのはちょっと実は私も承知はしておりませんでした。その当時にあったかどうかって分からないんですが、実は今回の、対策ではですね、政府の全体の中では、地方創生臨時交付金、まあ、これがですね、活用していただくようにということで、実は県段階それから市町村段階でですね、この7割に、まあ、対して残りの部分というんでしょうか、そこのところを補填する自治体の方もいらっしゃってですね、でそういった事例をですね、我々としてはですね、まあ、自治体の方ですとかいろんな方にこうご紹介しながらですね、まあ、自治体の判断の中で、まあ、特に高度課税が多くて上がったところは補填していただくための参考にしていただくだとか、そんなことを我々も周知をさせていただいているということなんです。北上圭郎君、はい、今2点あったと思いますけど、順番逆に言うと、自治体の方にはその地方創生の、あるお金があるんですね、まあ、それを使って国の7割支援に上乗せを、するように、まあ、促していると、あるいはそういう事例を出しているということだというふうに理解しました。それぜひよろしくお願いしたいと思います。それからもう1点はですね、いわゆる条件 の、 その化学肥料を2割削減というのは、必ずしもまあ厳密なものではないと、というのはね、それでいいと思います。運用で、そういうふうに、まあ、頑張ろうという意思があれば、ということというふうに理解していますが、これは非常に大事なことで、やっぱり彼らにしてみたらね、ほとんどがその化学肥料というものをこれまでも国の方針に従ってずっと削減してきたと。で今度は今年ですか、緑の戦略ですか、緑の食料戦略ということで、確か2030年までに2割と、今2022年ですから、8年間かけてあと2割削減すると言われているのにね、一方でこの支援策については、まあ、短期間でこの支援をもらいたいんだったら2割いきなり急速にね削減しないといけないと、こんなのもう土台無理、現実的に無理だという声もありますので、ぜひともそこは運用の方でなんていうかな、それぞれの農家の事情というものを考慮しながら、決めていただきたいというふうに思いますけど、そういう理解でよろしいでしょうか。平方農産局長。お答えいたします。委員おっしゃるところも ありますけれども、まあ、2030年までに化学肥料、まあ、これを2割低減させるというのは大きな目標、グリーン化という意味で大きな目標でございますけれども、まあ、その目標に、まあ、先行して取り組もうという農業者を支援するということでございます。ただ具体的にはですね、まあ、農業者の方もすでに取り組んでいらっしゃる方というのもいらっしゃいますし、一つはですね、さまざまな、まあ、取り組みのメニューから、まあ2つ以上選択して、こういう取り組みをやるっていうふうにしていただくということと、あと本年からまあ2年間の間に取り組みをまあ実施していただくということ、でさらにこれまで化学肥料の使用量の低減に向けた取り組み、まあ、これも評価してですね、例えば同じ取り組みをされる場合には、まあ、拡大する、強化するといったこともですね、評価したいというふうに思っております。委員おっしゃる中で、この制度の周知なんですけれども、農林水産省、それから各都道府県での説明会を開催しているほかですね、実は YouTube 等のですね、まあ、動画の説明、あるいはパンフレット、まあ、こういったものをですね、周知して、できるだけ皆様方に分かりやすく理解していただきたいなというふうに思っております。北上圭郎君。はい、まあ、いろいろ他にあるんです。土壌の、なんだっけ、審査とかしないといけないとかね。これもそれをするのに審査検査キットを買わないといけないとか、あるいはその審査をするために人にお願いして、またそこでお金払わないといけないと。でこの支援がもらってもですね、ほとんどそこに消えてしまって、やっぱり計算してみたら割が合わないというようなところもありますので、まあ、ぜひそういったところを理解していただきたいというふうに思います。まあ、大臣、私が心配しているのはね、やっぱり特に小規模農家であってね、兼業農家とか、こういったところがやはりこの支援策について非常に使い勝手が悪いという声が出てます。ただ私は農林水産省の職員の皆さんと話をしていると、一部誤解に基づいていたり、あるいは一部本当はもう少し柔軟に農水省を考えているということが理解、まだ伝わっていないと、
で先ほど今おっしゃったようにですね、大臣からも一つなんていうかこう説明をね、がこうちゃんと行き渡るようにしなければですね、もう最初から諦めて申請をしないようなところも出てくるような気がしますので、そこの決意をお聞かせいただきたいと思います。野村農林水産大臣。はい、先ほど担当局長の方からお答え申し上げたとおりなんですが、やっぱりまだ農家の皆さん方に誤解があるのが、1割減らさなきゃいけない、2割減らさなきゃならないという数字が頭にこびりついておられると思うんですが、今度の申請の中にはですね、取り組みメニュー、例えば土壌診断をしてますとか、いろんなそういう取り組んで、いわゆる化成肥料を減らすための、肥料代を減らすための取り組みを何をしておられますかというところで、2つ以上、2つあればいいんですが、丸をしてもらうような仕組みを取ってあります。ですから、そんなに使い勝手の悪い補助事業じゃありませんし、前回の時は前の伝票と去年の伝票と今年の伝票で比較させて、そしてそれで7割補填をしたんですが、もうそんなことは求めておりません。求めておりませんので、今申し上げたように、どういう今後、化成肥料なり、肥料の削減をするために取り組みをしておられますかというところを、やっぱり重点に見ていきたいと、こんなふうに思っておりますので、そしてまた先ほどの7割じゃ不足だよというお話ですから、これはやっぱり地方創生臨時交付金を使っていただいて、それぞれの県なり市町村で上積みをしていただければ、農家の皆さん方に大変貢献していくんではないかと、こんなふうに思いますんで、どうかよろしくその辺のご指導もお願いいたします。北上敬郎君。はい、大臣ありがとうございます。ぜひそういった、ね、説明をまた事務方でも、あるいは都道府県も、していただくということが非常に重要だというふうに思っていますので、よろしくお願いしたいというふうに思います。最後に、ね、食料安全保障の話もう終了間近なので、最後にお聞きしたいと思いますけど、今の話もね、7割でも十分じゃないかと、例えば中小零細企業なんか、5割ぐらいの補助だと、国の補助っていうのは大体ね、しかし、やっぱり企業というのは、一応資本主義の前提に立つと、それなりに競争があって、淘汰をして、それが一応、本当かどうか分からんけれども、より消費者にとって良い結果になるというような世界ですけれども。やっぱり食料というのは命をつなぐものであり、大臣がおっしゃるようにね、こんなウクライナ戦争の前からこれは当然本当はやるべきだったんでしょうけれども、やっぱり自分の国の国民は自分たちで食べさせられる、そういった農業政策というのを本来は実行すべきだったというふうに思います。非常に時期を失してしまったような感はいたしますが、ようやくね、このウクライナ戦争の関係で、私らも選挙区でいうと都会の部分、京都市内の方に行くとですね、昔はこういう話を私も20年前から食料安全保障の話をしても、みんなあんまり反応はなかったと。ところがこのウクライナ戦争の後ですね、やっぱりみんな非常に関心を持ってね、やっぱり食べられなくなると、こういう危機感というものが出てきてますので、大変な仕事だと思いますけれども、そして先ほども話が出たようにね、財務省が立ちはだかるというふうに思いますけれども、やっぱりね、食べる保証がないことに、誰も参画はしない、つまり農業の担い手というのは、基本的に国が支援をしてね、やっぱり農業によって生活が成り立つ、そういうものがなければ、なかなかこの、食料安全保障というのも達成が厳しいというふうに思っていますので、最後にその決意だけを聞かせていただいて終わりたいというふうに思います。野村農林水産大臣。今ご指摘のあるいはご意見のとおりでございまして、総理の方からもやっぱり今回経済対策としていろんなことをやっぱり盛り込んでいけよと。で特に私ども農林水産省にしては食料の安全保障という視点でぜひ枠を作ってくれということでお願いをしておりますので、党の方でも一生懸命今検討していただいておりますので、これらを踏まえながら取り組まさせていただきたいと思います。北上敬郎君。はい、ぜひよろしくお願いします。終わります。
次に本日付託になりました内閣提出競馬法の一部を改正する法律案を議題といたします。これより趣旨の説明を聴取いたします。